画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。さあ今回もね、ハッピーホイール、ハッピーになりたい人集まってきてください。もうね、幸せになりたい人がね、このゲームをやってほしい。まあまあ、ちょっと過言ではありますけどもね、このゲームをやったら幸せになるかどうか分かりませんけども、まあね、楽しんでいただけたらと思います。さあ早速やっていきましょう。ゾンビエイジ、これはなんだろうね、今週のレーティング順、評価順にしてありますけども、ほう、ハンドガン持ってるけども、このセグウェイ持ったおっさんがね、ハンドガン持ってる、これ撃つことできんの、もしかして。セーフハウスらしい、ここエレベーターに乗り込んだ、そして降りてる。マシンアサルトライフル持ってる、あいつ何、電子レンジの中になんか 銃入ってなかった。いやー、セーフゾーンの中は本当にセキュリティがすごいですね。あ、来ました。いや、ちょっと待って、セーフゾーンをさ、ちょっと抜けた先に行ってくるわって言った、その一歩先で足を折るってさ、足切断とかもう悲しすぎでしょ。ゾンビ映画じゃ絶対生き残れないタイプでしょ。ヘルプラス、我々を救ってこ、やっぱりね、ウォーキングデッドでもそうです。非常にね、シビアな選択を迫られる時だってあるんですよ。あれ、ちょっと待って、これ何、おお、下か、これ地下だね。このゾンビの原因っていうのを探っていきましょうよ。一体ね、何者がこの世界を作ってしまったのか、何が補菌者なのか、いやもう大抵わからないんだけどね。結局さ、ほら、ワールドの Z とかでもよくわかんないとこから発生してるってじゃないですか。結局さ、ウイルス的なものが、これはなんか勢い余っていかない方が良さそうな気がするけど、OK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 、 いやこれ何もしなくて良さそうな感じがするんだけども、あ、危ない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 、いや、あれは死ぬとこでした。なんていうか、ゾンビ以前にあの岩トラップみたいので死ぬっていうのは、ちょっとゾンビ映画ではあるまじき結末をね、遂げるとこでしたね。ちょっと待って、岩自重してくれ、待ってくれ、これ岩が邪魔で危ないね。ちょっと待って、ストップって書いてある、ストップって書いてある。だいたいね、ハッピーホイールの忠告って聞いといた方がいいんですよ。あ、何もないよ。行っていいん、あ、僕街ですね、やはり街。おおおお、びっくりした。おい、どうした、ゾンビでもない人が自殺してバラバラ死体になってしまった。いや、もうゾンビに噛まれて、もうあとはゆっくりゾンビになるよりは自殺した方がいいかもという考えもありますからね。セーフハウス、あ、また帰ってこれた、セーフハウスに。クリックトゥテイクフード、この食い物を取っていってくれと。わかりました、もらっていきましょう。え、ちょっと待って、食べ物取り来ただけ、これ。あのね、甚大なる被害が一つだけあるんですよ。足首がないっていう、非常に平和な感じでね、進んだけどね、これリアルに置き換えるとね、多大な代償を払ってるんですよ。もう外に出た瞬間、足首が取れたっていう、全くゾンビと関係ないところでね、悲劇が生まれたというこの回でございました。さあ次行きましょう。何それ、これ何でる、何でしょう、これは。まあとりあえずやってみるのがこのね、ハッピーホイール、リファレンションズ、はい、まあ進んでみましょう。これはやっぱりね、ホッピング選手のね、腕前をこの前見せたと思うんですけども、今回も見せていきましょう。ホッピングを捨ててね、行くっていうのもありなんですけど、ホッピングのね、やり方っていうのはね、あのミノムシスタイルをね、前回確立してたんですけどもね、ぜひともね、それを今回もね、見せていきたいなと思います。前回見てない方はね、そのミノムシスタイルの前回のやつ見ていただけたらなと思いますね。OK。で、重要なのはね、このヘルメットをね、きちんと被るということなんですよ。危ない。おー、しょ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 。これよ、このね、力よ。今の斜めの入り方。これがプロホッピング選手の技ですね。で、一旦こっち側に転がっていきましょう。今のもね、ホッピングからね、ホッピングから置いてないあたりがね、やっぱり素晴らしいホッピングのプロだよね。こういう風な感じでね。お、ちょっと待って。
首すっげえ順調だと思ったら、よいしょ、今のがね首筋、このね首筋が大事なんですよ、ホッピングって。ああいう風にね、首でねホッピング全体をね押しやるっていうこともね必要なんでね、必要になってくるんで、ぜひとも今からホッピングのプロを目指そうとしてる方は首筋鍛えてください。よいしょ。あのね、昆虫じゃないんだから簡単にね節々が取れないでいただきたいね。よし、戻ってきました。やっぱり昆虫みたいに首が取れるっていうのが、ね、おかしいですかね。ここは安全に、身の虫スタイルと、身の虫スタイルを使ってなかったけどね、謎なステージだったなこれね。インポッシブルジャンプラン、インポッシブル、もう不可能なこうジャンプと走りと、ジャンプと走りといったらどなたかと言われましたらね、やはりねこの方でしょうね、インディ・ジョーンズの敵な人ね。これイーズイって書いて、これロケットでしょうか。ちょっと待って、やばい、これ絶対死ぬやつやこれ絶対死ぬやつ、分かった、このね鉄の箱がね今回すごく役に立つっていうのが分かりました。で、これよ、これがね、ちょっと待って、そういう、痛い、見ることもある。よし、インディ・ジョーンズのねトレードマークでもある帽子の方がなくなりましたけど、よし、オッケー、いや、そこまずいわ、うわこれ意外な難易度を誇ってますけども、よし、うん2個目まで行きましたよ。まずここ体勢を立てない、立て直したいところですけども、もうこのまま行くしかない。よし、いやー、何やっぱり馬力が必要ということで、おばちゃんで行きましょう。この馬力よ馬力がね必要になってきますからね。ここはね買い物上手なおばちゃんの馬力を、うわ首いってる。よし、オッケー、おばちゃんは厳しいね。サンタですよ、ここは。足でソリよっていう感じでね。そう、まず前に2体ね壁がいてくれますから、これは。生きてる。よし、まだ生きていない。まだ生きていないっていうか、もう死んでいる。サンタ頑張ろう。まだ。うわぁ、やっぱね、このトナカイの馬力にもよるんですよね。オッケー。よし。肉片とプレゼントだけがゴールしましたね、これ。さすがサンタですね。自分が死んでもプレゼントは、持っていくという、このね、プロ根性ですよね。プロのサンタっていうのを見せてやります。うわぁ乗り物さえも持ってかれてますからね。いや、やばい。大丈夫か？みんな大丈夫か？オッケー、行こう。まだ生きてるでしょ。ちょ。という夢を見ました。やっぱりね、人間のね、文明の力学で挑むしかいない。これが文明の力学よ。ヘルメットが取れたか。こっちだって麻酔で。麻酔。
惜しかったね。でも惜しいよこれ。よしよしよし、これですわ。オッケーオッケー、エリートを超えて、よし。やっぱりヘリですわ。ヘリ小僧最強説があるからね。うん、ヘリはね、どの方に行ってもいいですね。ドントムーンハプン動く。あ、おお、全自動。今話題のね、ハッピーホイール全自動ですよ。これ、子供はだけは生き残ってほしいですよね。おお、あ、子供。あれ、子供は、もうめちゃめちゃやん。あのさ、もう人の命を何だと、何だと思ってんのっていうね。まあまあ、それもね、しょうがないですよね。ハッピーホイールの世界においてはね、それも仕方ありません。ハプーンドッチプロ、あのハプーンドッチプロ、はい、あ、これで避けていくわけですよね。こうやってハプーンを避けていく。お、意外と簡単でしたね。いや、次行きましょう。どんどん行っちゃいましょう。ソードスローネオン、多分これ剣を投げるやつですね。まあ前にこれやったやつなんで、他にやりましょうか。これなんだ、またこういう勝ったんかい。またこういう勝ちをねやってますけども、ダンチームデスマッチ、ほう、なんでしょう。あ、これはね、彼が泣いていると。うん、コインを取るか、まあ、右の方に行くかと言われたら、もうこっちに行くしかない。なんかすごく怖い、なんか狂気じみたものを感じましたね今。 My first don't move ということで、 don't move シリーズを初めてこの人が作ったみたいですね。さあ、お、入った。そっからこれホッピング選手のパワーを使って弾き出され、ええ、やっぱ流行ってんでしょうね最近。おお、ここで乗ってゴールと。おお、やっぱ全自動シリーズって流行ってんのかもしれないですね、マリオメーカー以外にもね。まあ、そんな縮んでるね。そんなわけでご視聴の方、今回はありがとうございました。皆さんの良きゲームライフを。ベルカでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。